はい、皆さんおはようございます。和道です。今日は2018年の7月の7日、朝の8時8分です。よろしくお願いします。久々にキツネ枠やりましょう。おはよう。おはようございます。はい、おはよう。まったり行きましょう。キツネ好きだもんね、お前らね。荒野死んだのはマジかどうかな、俺わかんないよ、全然。みんなと同じぐらいの情報しか持ってないけど、死んだんじゃねえかな。ああ、元気だよ。死んだんじゃないの。現在の状況を考えたら死んだと思うのが、まあ妥当な判断だと思うけど、まあ正直わかんないよな。はい、ワダツ。荒野死んでないの？でもまあ配信やってないのは事実だからな。まあ、死んだのか死んでねえのかちょっとわかんねえな。まあ荒野の話題でもう突きりだったのかな、ふわっちは昨日は。はい、ワダツ。まあ、俺は神様じゃねえからわかんねえよ。だから死んだ実感がねえもん。死んだ実感がないし、もし仮に自殺だとしたら俺は荒野を擁護するつもりはないから。そりゃそうでしょう。自ら死んだらダメなんだよ、この社会のルールでは。中止になったんだ。おはよう。レイアウトそうかな、すっきりしたかな、どうなんだろう。ちょっとはどうだろう。まだ部屋の中が綺麗になった実感はないけど、めちゃめちゃ汚いよ。映ってるところは綺麗だけど。はい、ワダツ。結束バンドまだ買ってない。今日は買い物いっぱいあるよ。電球が切れたのと結束バンドと、あとね、リスナーさんに送る T シャツの、U パック買わないと。荒野と熱い殴り合いをした和道の動画を今評価すべきだ。どうなんだろうね。再生数上がってんのかな。どうでもいいとは思わないけどね、荒野のこと。すげえ心配だよ。荒野に連絡何回も入れてる。繋がらない。LINE 出ない。既読もつかない。ジャラジャラつけてるのは左手の方だからね。こっち側でマウスいじってるから。これ右手には何もつけない派だから。左手だけ。だから、テーブルは傷つかないっていうか、まあ、ベニヤ板引いてるだけだからね。弾丸塾は継続ですか？ちょっとわかんないっすね。ちょっとわかんないっすね。
現状何とも言える状態じゃねえな。荒野の待ち受け俺なんだよね。そうなんだよね。てか、荒野が一番最初に売名したナマムシって俺なんだよ。で、俺が金梅さんとヒカルくんのところ行けっつったの。お前俺のタイプじゃないっつって。俺、お前のこと伸ばせないから。絶対ヒカルくんと金梅さんだったらお前のこと伸ばしてくれるから、明日行けって言って。途中で幕引きかどうかを決めるのは俺じゃないから。実家で自殺したのかね。俺の配信の面白さが分かんないんなら、まあまあ、どうなんだろうね。分からないものは分からないでいいんじゃないの。別に無理に分かってもらおうと思ってないけど。てか、まあ、俺自身が面白いかどうかっていう話だからね。別に、なんだろう、俺が面白いと思うこと、リスナーさんが面白いと思うか、また別問題だと思うから。いや、俺が面白いと思うことやっていくよ。で、それだけでしょ。ああ、ワン太郎も捧げたからね。生贄を。悲しいのは悲しいけどな。素直になんか追悼の意を表せない自分がいるよ。精神病院に入院、一時帰宅中に自殺。展開が早すぎるんだよね。それ鮫島さんとも話したんだけど、隔離入院とかだったら、絶対1ヶ月間は出れないの。で、まあ普通に入院だとして、一時、なんか展開が早すぎるよな。おはよう。なんかだから、よくわかんないよね。鳩に惑わせないよ。俺何年やってると思ってんだよ。大丈夫だよ。俺和道だよ。大久保のマンションで自殺したの。いやだからね、ゴシップにみんな振り回されすぎだよ。こんにちは。いや、荒野がもし仮にいなくなったとしたら俺は寂しいよ。殴ってやりたい気持ちと抱きしめてやりたい2つの気持ちがあるけど、ただ自殺はダメだ。俺は絶対擁護することはない。いや別にね、ソースは出せとかなんだかんだとかじゃなくて、なんだろうな。なんだろうな。25号さん NG ワード。まあでも配信どうなんだろうね。やめるやつは5万と見てきたからいいんじゃない？やめるやつはやめるやつで。いろんな事情があるわけなんだから。荒野若いんだからさ。インコ分かってないです。文鳥っすね。まあ見に来てくれるのは嬉しいですね。貴重なバンドメンバーだったのに。いや、バンドやりたかったね。荒野の歌はすげえかっこよかったから。荒野の歌聞く？荒野の歌。泣けるよ。聞く？ちょっと待ってね。荒野ってひらがなだっけ？
ょっと待ってね。荒野の歌じゃあ聞こうか。じゃあ聞いてください。まあこうやってねバンド活動やってましたよ。はい。ステゴロ終わったらねまたスタジオ入ろうっていう。あ、歌流れたじゃん今。また入りたかったけどねスタジオ。俺ドラム下手。ああ、俺ドラムだったね。うん。俺はドラムだった。一番の思い出やっぱ一番最初にリア突した時だね。荒野がデビューしたてで、主任やばいね。いやいやいや、とんでもなく悪い方にやばいね。よいしょ。マンスリー圏外じゃん。
キルゾーンに踏み込んでるよ。普通に働くのは無理じゃないかな。ありがとう、いいね、ありがとう。今月3万いってないぐらいかな、現時点で。いや、投げてもらえると非常に助かります。いやいや、全然疲れてないよ、全然疲れてない。楽しいよ、楽しいけどやべえなと思って。すげえ楽しいよ。ただね、収入の方が非常にやばい。本当に非常にやばいね。収入源ふわっちと YouTube とグッズだね。稼げてないね。まあなんとかなるでしょ。死刑の執行は多分ね、平成で終わらせたかったんだと思うよ、行政側が。新年号にこう間に合わせようとしたんじゃないの。稼げてないよ全然。まあマンスリーランキング見てごらんよ。俺はリアルにないよ、嘘ついてもメリットないもん。バカありがとう、アイテムありがとう、サンキュー。大人の雑誌にある転売、投資、アフェリ、不動産、何にも投資してない。俺投資はやるつもりないね。配信で食いたいから、配信で食いたいからさ。バズっていうのが何なのか分かんないね。バズっていうのが何なのか分かんない。初見さんいらっしゃい。俺33だね。僕はキャスはやらないっすね。俺芸人になりたいとは思ってないね。弾丸塾っていうのは今俺がやってる番組ですね。 T シャツ残ってるサイズ L と XXL と3XL、2XL と L と、あと S が1枚あったかな、どうだろう。うん、 S が1枚あったかな。バズビデオ分かんないですね。キャスキートスはね、あんまり興味ない。そうだね、ダンカンさんに弟子入りするっていう企画だね。誰かいるよ。ゆうゆうが包丁で切ったの、マジで言ってんの、怖っ。散歩全然行ってもいいよ。どこ行く？
全然いいよ、外配信でも。外配信好き、ありがとう。サンキュー、そう言ってもらえると嬉しいよ。東京は俺は全然楽しいと思わないね。田舎の方が好きだね、俺は。東京は買い物するとか遊びに行くっていう場所だったら最高だけど。だから千葉とか神奈川とか西東京とか埼玉とかが一番いいんじゃないのかな。それが一番いいんじゃない。T シャツのデザイン？どこで見れる？あ、いや、普通に着ようか、今。着替えようか。コメントがダブって見にくいってどういうこと？見たい。どうした？俺の T シャツある？これが俺の T シャツかな。これが俺の T シャツ。定価24,800円。今は5,000円で限定販売してる。荒野のことどう思ってる？いやー、だから寂しいよね。寂しいよ。まあ和道ブランドだから安売りしたくないのよ。安かろう悪かろうがあんまり好きじゃないから高級志向で行きたいんだよね。安売りしてたら嫌じゃん。俺の T シャツね、2,000円とかだったら着てる人が恥ずかしいじゃん。え、マジでって超高級ブランドじゃんっつって着てもらいたいじゃん。そう思わない。
リスナーにさ恥をかかせるわけにいかないから。商売の世界は分かってないよ。知る必要ないし、俺クリエイターだからさ、商売人じゃないから。おはよう。高円寺についてどう思う？まあ許せないよね。まあ、ドンキの T シャツ買いたいやつはドンキの T シャツ買えばいいよ。T シャツ売る？食いぶちかな。うん。俺ダンカンさんあんまり分かんなかった。現場で見てきた世代じゃないから。ダンカンリスペクトとかは特になかったよ。でも会ってからすごい人だなっていうふうには思うようになったけど。やっぱプロの芸人さんすげえなと思うようにはなったね。100万いくわけないじゃん。8万円じゃ生活できねえな。飯が食えないね。怒ってないよ。わかんないね、荒野が死んだかどうか。まあ状況的に死んだんじゃねえかなとは思ってるけど。俺は自殺した人間を弔うことはできないね。なんとかなんじゃないの。リスナーが花火くれると思ってっから、なんとかなると思うよ。ありがとうございます。石川の隆起が断肝塾ディスしてた。おお。ロハコの映画、あ、動画作るんじゃなかった。作るよ。普通に働けないからこういうことやってっかんね。普通に働くっていう選択肢は俺の中ではないな。ないね。
生ポしながら放送してる生主いるよ。まあ俺がね、その文化を作ったからね。それまでみんな隠してたからね。タイラップ、いやいやいや、才能なんかないよ俺に。なんで働かないんですか？働きたくないから。働きたくないんだよ。どうやったら和道さんみたいにモテるようになるんですか？これはね、もう才能。生まれた時から決まってるもんだから。俺みたいになりたいと思っても無理。俺みたいになりたいって憧れても無理だよ。自分らしく生きた方がいいよ。どうやったら和道さんみたいにみんなから支持を得られますか？だから俺になろうとしないでって。俺は俺だから。あなたはあなただから。俺に憧れても無理。自分のいいところ悪いところを見極めて、いいところを伸ばしていけばいいじゃん。なんでファンからの支持を得て何が悪いの？ファンからアイテムもらって何が悪いの？ファンの金に頼って何が悪いの？質問どうぞ。質問だろうが、凸だろうが、何でもいいですよ。いや、ファンいるでしょ。弾丸塾はまだスタートしたばっかりだからこれからだね。ドレさんとはもう共演 NG だね。ドレさんからの企画は俺出ない。俺も企画誘わないし。まあ、第三者の企画で、まあ、ダブルブッキングした場合俺は何にも言わないけど、ドレさんの企画は断ろうと思ってるのと、俺からの企画はドレさんはもう NG だね。誘わないね。このマック三脚。
最低時給どころかね、4時間枠やったら350円かかるから赤字だよね。なんだろうね、なんか全体的に飛んでないよね。このアクセサリーかっこいいかどうか、まあ、いつも言うんだけど、何をつけるかじゃなくて誰がつけるかだから。わかる？何をつけるかじゃなくて誰がつけるのか。うん、どんなものでもかっこよく着こなす自信があるよ。だからね、これなんかね、つけ始めて次の日にはショップから消えたからね。在庫全部なくなったからね、今売ってないんだよ。同じの欲しいって言って、ごめんねって、俺のせいでって。まあ、マイケル・ジャクソンとまあトントンぐらいじゃん。マイケルとか、ジョン・レノンとかと対等ぐらいで。金ないね。おはよう。貯金ないっすよ。月30ぐらいあったら同じだよね。月30ぐらいあったら同じ。まあだから1日1万稼げたらまあいい方じゃん。家賃は6万だね、ここは。どういう女性が、僕は女性で苦手とかないよ。僕は女性を追いかけたりしないから。俺のこと好きだって言ってくれてる女性の中から、まあ、どれにしようかなって。ディスって選ぶだけだから、俺が。俺は女性、別に自分から追いかけないですね。俺のこと好きっていうのが最低条件だから。で、その好きな、まあ、たくさんいる女性の中から、まあ、誰にしようかなっていう。まあ、閲覧伸ばすためっていうか、俺は別に閲覧なくてもあっても、あんまり気にならないタイプだからね。見たい人が見りゃいいんじゃないの。好きです、告白、付き合ってくださいって告白されたことありますか？ああ、一回もないですね。おはよう。
まあね、まあまあ、でも俺ほら困ってないから、正直さ、和道知らないってにわかじゃん。別にその見たい人が見ればいいと思ってて、あくまでこの放送俺のファンクラブだからさ。鮫島さん、親しいっすね。オカリナさん、美人だよ。なんで俺がスタッフなの？いやいやいや、誘われたから。ありがとう。パフェありがとう。サンキュー。ありがとうね。パフェありがとう。誰かな？お、ありがとう。弾丸塾は、YouTube の番組ですね。ペコと今一緒に様子見てますね。おはよう。ワードだね。どうだろうね、継続かどうかわかんないね。枝豆さん社長だよ、今。俺 AD じゃない。俺 AD はやんないから。俺 AD じゃないです。ありがとう。KP。アドバイザースタッフね。ああ、まあまあ、コツはあるかもしんないよな。
俺が運営さんにアドバイスをするってこと。スタッフ楽しいね。雨気をつけるよ。ありがとう。まあ、会社で言ったら外部取締役みたいなもんだよ。どんなアドバイス？まあ、ここをこうした方が面白くなりますよ、みたいな。ここをこうしましょう、みたいな。はい、わざつ。ここをこう。あとはまあ北郷さんが喉渇いたらコーヒー買いに行ったりとかかな。今日の予定はないです。僕はスケジュールない、スケジュール入れない派だから。アドバイザースタッフですね。まああとはまあみんなが書いた台本プリントアウトしたり、ホチキス止めたり、赤ペンでこう斜線引いたりとか。アドバイザースタッフですね。お茶、雨降ってないね、曇りだけど。朝飯食ったよ。朝飯食った食った。今30ぐらい稼ぎたいなと思ってるかな。まあ33歳だから33万ぐらい稼ぎたいね、手取りで。家賃はね、ここは6万、リバーサイドだからさ高いんだよ。海外に住みたいっていうか、俺は地球に住んでてここに滞在してるだけだから。ホテル暮らしがしたいね。
荒野が生きてるかどうかわかんないよ。生きてるといいけど。気づかなかったね。先月も厳しかったよ。234が一番稼いでたかな。234が暑かったね。234、567はダメだね。567ダメ。567は微妙だね。なんだろうね、わかんない。なんなんだろうね。次は捨て頃出ませんもん。アンチが喜ぶだけなんで、もう需要ないから出ません。アンチが飯うまなだけじゃん。もう断ります。アンチの養分になりたくないんで、僕は出ないっすね。出ない出ない。もアイワドッツ。金ないね。いやだから捨て頃はもう出ないから、だから次誰とやるとかやんないかんねん。やだよ、もういいや。はい、ワンドツ。俺はね、出ないっすね。一生懸命やってね、結果が出なかったってことは才能がなかったってことなんでしょう。まあ、無理に出るもんでもないと思ってるけど。あ、電球切れたな。
単管塾わかんないね。旅行とか行きたいね。旅行行きたいね。いや、もう出ないもんは出ないんで。ないです。出ないもんは出ないです。はい。愛はどっち？出ないです。今日7万ぐらい稼ぎたいな。10万いったらまあいい感じ。ステゴロ3はやるみたいだよ。20万飛んだらいいね。T シャツは別に詐欺してないけど、24,800を5,000円で売ってるだけだから。別にね、いくらで売ろうが俺の勝手でしょ。単管塾はまだワンも始まってもいないんだから、まだわかんないでしょ。次来年ぐらいじゃないの？ 2 万4,000円の根拠、俺がしっくりくる値段、2万4,800円で売れたらいいなっていう。俺墓参り、冠婚葬祭全部断ってるから誰の墓参りも行かないよ。俺は冠婚葬祭全部断ってる。俺は誰の墓も参らない。金にまあ困ってるっつうか、まあ困ってるね。靖国神社行ってるよ。うん。アメリカ行かなかったね。思い出した今。何しに靖国に参拝。いや、ドルさんとはうまくやってないとこは連絡取り合ってないね。もうドルさんとは今後
配信では関わらないかな。プライベートでも関わる気はないで。映画撮るか、クラウドファンディングやるか、映画のクラウドファンディングやるか。500万ぐらい、1000万ぐらいかかんのかな。資金調達どれくらいでいいんだろう。1000万ぐらいかな。そろそろね、映画だからドメスティック系だよね。映画やるか。インディーだね、インディー。インディーだね。あ、映画作るか、じゃあ。カンヌとかじゃなくて、なんだろうね、うん、カンヌ、ああ、映画作るか。はい、こんにちは。うん、1000万ぐらいで作れるかな。予算どれくらい組めばいいんだろう。どれくらいでいけると思う。映画祭出すよ。どうしようかな。1000万じゃ AV も取れない。あのさ、大学のサークルと一緒にしないで。ペコシャカ、あ、ハートありがとう。ペコシャカ、まあまあ落ち着いてるかな今は。映画撮るか。映画撮るか。どうすっか。まあじゃあちょっと予算を考えようか。予算を。まずは映画何が必要かな。1000万ぐらいでできんじゃないの。絵コンテとか書かないね俺は、うん、台本も一切使わない。だって俺の映画見たいでしょ。映画、俺の映画見たくない？なあ、ショートでも何でもまず1本目を作るのに予算だから、予算がかかるから。どこで上映するの？いや、もう全国各地でだから上映会やるよ。全国各地でやるよ。
いや、キートスじゃなくて、クラウドファンディングでいいんじゃないの？投げ銭で。野外放映っつうか、まあ、まず物ができてからね、広告に金を使えばいいんじゃない？先月23万ぐらいかな。先月23万ぐらい。ただいろいろぶっ飛んだから金が全然手元に残んなかった。主演は俺？主人公俺でいいんじゃないの？面もいいし。うん。いいんじゃない？俺で。おはよう。時給換算いくらだろうね。まあ、時給で測ってないかな。機材はレンタルじゃなくて買い上げるね。2本目、3本目って作っていくときの予算がね、減るから。ホラーっていうか、なんか俺は仮面ライダーブラック RX みたいな映画撮りたいね。理想は仮面ライダーブラック RX みたいな。とりあえず変身とか必要だから、怪獣と結構予算かかると思うんだよね。うん、ヒーローものだね。子供対象じゃない、大人対象。うん、まあアクションか。そうだね。アベンジャーズみたいになるんじゃないの？ん？どうしたの？のんちゃんどうしたの？何も言ってないよ。仮面作ったよ。もうできてるよ。テスターはできてるよ、もう。いや、俺ね、つるむの嫌いだから、つるんでるのはヒーローじゃないと思ってるから。ダークヒーローだね、ダークヒーロー。ピンだね、ピン。ダークヒーローだね。ピンで戦うやつがいいね。あ、いいね、タイトル。ダークマンいいね。ダークマンでいこうか。タイトル完成したね。ポンポン進んでいくね。ダークマンでいこうか。流行るね。シルバーアクセやめてないよ。
ダークマンで行こう。絶望を背負ったダークヒーローでいこうよ。絶望を背負ったダークヒーロー。のんちゃんはヒロインだな。のんちゃんはヒロイン。セクシーお色気担当。敵と戦う前に敵怪獣が来る前に必ずお風呂シーン差し込もうよ。うっふーんって言って。で、のんちゃんが入浴しそうになると敵だわって言って、のりこが敵を察知して、で、俺を起こすっていう。起きてはどうする？敵よ。くそーってなるんだよ、見てる方は。はい、ワード2。アイテムありがとう。いつも、入浴手前でいつも、うっふーんってなるんだけど、敵が邪魔をするんだよ、それを。それでよくない？俺は基本寝てるっていう感じ。基本寝てる。そう、ユミカオル的な感じで、そう。iPhone はいいや。のんちゃん16日に48歳になるよ。おはよう。のんちゃん、タレ乳じゃないから。のんちゃん、おっぱいプリンプリンだから。はい、にわかおつのりこ、おっぱいプリンプリンだから。はい、にわか。全く分かってないわ。にわかだよ、にわか。のりこのおっぱいが垂れてるとか。何も入れてないよ。にわかにも程あるわ。おはようございます。お疲れっす。プリンプリン見たことあるのって、見てるよ全然。全然見たことあるでしょ。なんで俺が見たことないと思ったんだよ。おかしいだろ。
見たくないなら見なきゃいいだろう。ああ、ありがとう。大丈夫だよ。元気だよ。ありがとう、ありがとう。おはよう。ワッツー。おはよう。なんで赤い毛なの？赤が好きだから。荒野について一言ノーコメントで。ノーコメントです。クラウドファンディングいつからやる？予算決めよう。クラウド目標金額決めようよ。目標金額、クラウドファンディング目標金額か決めようぜ。どうする？予算いくらぐらいかな？1000万で足りるかな？ 1000 万で。1000万。いくらかな？クラウドファンディング。1500万。いくらぐらい必要なんだろう。いくらぐらいで作るもんなんだろう、自主制作映画って。2500万。2500万。自主制作映画予算どうしようかな。自主制作で映画を作る場合、どれくらいなんだろうな。まあ、とりあえずカメラ、キャメ、あ、ごめんね、キャメラが必要でしょう。とりあえずキャメラ、キャメラとレンズだね、まずは。いやいや、絶対に必要なのキャメラとレンズと、あと編集用のパソコンだから、まあこの時点でもう100はかかるわけですよ。100万は。あとは？ヒーローもの結構かかるよね。どうしようかな。主題歌ミスター・チルドレンに曲をお願いするわけだから、そこで多分2000万ぐらいやっぱ必要になるでしょ。ミスター・チルドレンに1曲お願いするってなると2000万は必要じゃないの？
だからそう考えるともうすでに2100万必要なんだよ。いや、エンディングソングはミスター・チルドレンって決めてるから、俺は。ビーズはちょっとな。ビーズはちょっとダメだね。億単位か。奥田民生ありだな。奥田民生なら20万ぐらいでやってくれそうだよね。椎名林檎か。奥田民生20万ぐらいでやってくれるでしょ。知らんけど。宇多田ヒカルは高いよ。あ、アスカいいじゃん、アスカ。アスカならね、5万ぐらいでやってくれるでしょ。アスカいいな。アスカいいね。そういうのがアイディアだね。アスカ今仕事ねえかんな。アスカ3万でいいね。予算いくらぐらいかかるかな。はまあよくわかんないから、まだ考えてない。俺キャスティングありきの放送とかやらないから。キャスティングありきは絶対やらない。AV の監督は仕事流れたね。完全に流れた。脚本はだからあれだよ。脚本なしで行くんだって。脚本なし。脚本ありきでやると自由度がないからさ。本当に脚本は使わないよ。気分で撮っていく。だからちょっとヨーロッパ寄りの作品になるような作風は、ヨーロッパ風、あれ北欧みたいな感じだよ。初めて見た人は、あ、北欧かみたいな あ、北欧ねみたいな、そういうことになるから。そう、
ショートムービーとかやらないから、そういうサンリオがやることやんねえから、そういうね、なんかそういうダサい動きしない。2時間半の超大作。北欧系ダークヒーローアクションムービー。じゃあクラウドファンディング始めます。予算300万でいきましょう。 OK。 300万でいこうか。いや、300万の中でどれだけ面白いことやるのか。よし、これでいこう。よし、スタート。映画の予算300万。そうしよう。じゃんじゃん来い。じゃんじゃん来い。飛ぶなこれ花火。いや、だから企画は練っていくから、これから、企画は練っていくから。パチンコ行きたいね。全部冗談やめて、そういうの。いや、だから映画撮るんだよ、映画撮るんだよ、映画を。じゃあ分かった。まず、じゃあ分かった。予算の割り振りが知りたいんでしょう。予算の割り振り。まず、カメラもとい、キャメラ。キャメラが、キャメラ。キャメラがいくら？キャメラいくらだよ。分かった。全部放送で使うよ。ソニー、アルファ、セブン、アルファセブン、スリー。アルファ、ソニーのアルファレ、これで撮ればいいんだろ？いくらだよ、ソニーのアルファ73。いくらだよ、いくらだよ、ソニーのアルファ73よ。もう速攻使おう。そしたら文句ないでしょ。23万だって。キャメラが23万、23万でしょ。で23万で、パソコン、編集用のパソコン、PC Mac。どうする？ Mac。 Mac 何が必要？ Mac。 Mac のサイトどこ？
マックは。マッキントッシュ。マック。いや、だから買うよ。すぐ使うよ。ちょっと、映画に詳しい人来て。映画に詳しい人。映画に詳しい人。これいくら、これ。これいくらだ。これいくらよ。いや、マックでしょ。これどっち必要？6コアと8コア、どっち？6コアと8コア、どっち必要なの？6コアと8コア。どっち必要？8コアでしょ。8コアじゃないの？8コアでしょ？ 8 コア。これが40万。プロセッサーはどうなの？プロセッサー。プロセッサーって何？ 12 コア。12コアもいらないでしょ。メモリーは？メモリーは？ストレージって何？どうすりゃいいの？ファイナルカットがいくら？ファイナルカットプロ X。これが3万。編集が3万。まあ3、税別だから。いくらぐらいだ？ 1 万円で？わかんねえな。3万5千円ね。ソフト3万5千円。編集ソフトが3万5千円。編集ソフトが 3.5 万ね。パソコンいくらよ。パソコンいくらだ。ソフト3万5千円って書いてある。ファイナルカットプロ3万5千円。税別だから3万5千円でしょ。こいつがなんだこれ。コアとか言われてもわかんねえよ。コアってなんだよ。パソコン50万。パソコン50万です。映画に必要なのは。オッケー。パソコン50万。はい。予算できた。オッケー。約、これぐらい、もうガンガン買ってこう。オッケー。もう最初にキャメラ買って、パソコン買って、編集ソフト買って。いいね。いいね。これでいこう。あとはまあもろもろ200万ぐらいかかる。頑張るわ。もろもろ200万ぐらいかかるから。あ、レンズがだいたい15万ぐらいするから。レンズ忘れてた。これカメラ撮れないから。レンズが15万ぐらいします。オッケー。レンズ15万ぐらいすっから。レンズないと撮れないから。一番大事なもん忘れてたよ。レンズがないと撮れないから。レンズがないと。編集ソフトって書いてある。編集ソフトって書いてあるの。さあ、花火タイムだ。来い、この野郎。来い来い。レンズ15万でいけるっしょ。カメラ1台で撮る。大丈夫。テイクを重ねていくから。大丈夫。一発撮りでいこう。任せて。
あと俳優の演技がダメだったらモザイク入れるから。気に入らない演技したらもうモザイクこうやって入れればいいから。今日300万もう手に入れよ。余計なものなどないよね。映画見たくないの？俺の。300万で見れるんだよ。300万で。クラウドファンディングだから特典つけようか。特典。特典何がいい？特典。直振り俺ないです。直振りゼロです。直振りなんてありません。ないです。投げキッス？いいよ。じゃあ投げキッスしようか。いいよ。今ね、映画を撮ろうとしてて、ちょっとクラウドファンディングやってますね。映画。91万500円か。91万500円か。なるほど。いやいや、もう練りに練ってるよ、俺は。見切り発車じゃないよ。映画撮るんだよ、映画。ねえ、いろいろかかるんだよ。うるせえな。キャスティングとか。予算300万かかるんだよ。うるせえな。かかるもんはかかるんだよ、いろいろと。うるさいよ。かかるもんはかかるんだよ。しょうがねえだろ、かかるもんは。脚本なんかねえよ。働かない、働かない。ね、安いよね、映画。映画全然安いよ。だって100万にしよう。とりあえずキャメラとレンズと PC と編集ソフトで300万を100万にしようか。100でいこう。特別だよ。特別。今日だけだよ。
10万は無理だ。いや、これ生活関係ないわ。お得だよね。お得だよ。じゃあタイトル変えようかな。よし。ジャンルはだから仮面ライダーブラック RX のヒーロー、あのダークマン、ダークマン、仮面ライダーみたいな感じ。ブラック RX ね。あの戦う感じがいいな。人件費はとりあえずあれだ、また考えよう。またそれはそれで考えようぜ。ダークヒーローがなぜダークヒーローになってしまったのかを掘り下げる感じですよ。わかる？大丈夫でしょう。なんとかなるでしょう。あいつがなぜみたいなノリでいくから。あいつはなぜ、なぜあいつがから入るから。わかった？ワクワクするでしょ。あんなに優しかったのにから入るから。ラブシーンはのりこのお風呂のシーン。敵怪獣が近づくシーンはのりこがお風呂に入ろうとしたらなぜか敵に気づくっていう。で、俺を、寝てる俺を起こすところから始まるね。戦闘シーンは毎回。だから見てる人はクソーってなるの。またのんちゃんのお色気見れなかったって。ワドさん起きて、怪獣よ。ワドさん、怪獣来たよ。うるさいっつって。うるさいうるさいっつって。寝起き悪い感じからスタート。あるよ、ラブシーン。毎回、いや、シリーズもんだから。ダークマン1、ダークマン2、ダークマンファイナル、ダークマンリターンズ。2が名作なの。ダークマン2が一番いい。ファンが一番喜んだやつ2で、一番コアなやつは1、3は一回こける。照明マイク、ああ、じゃあやっぱ300必要だわ。そうだったわ。じゃあ300にします。はい、300万になりました。はい、ありがとう、アドバイス。映画撮りますよ、マジで撮ります。いや、もうすごいよ、超大作だから。やっぱ300必要だね、どう考えても。そうだね、予告編にはのりこのお色気シーンふんだんに使おう。主演俺、主演俺。
主演私。おはよう。いや、ドルさん NG だわ、俺の中で。な、北野武リスペクトもあるよね、そこは。機材なしだ そうだね、いやもうドルさんいいや、めんどくさい、もうドルさんめんどくさい。なんか言ってることとやってることが違いすぎる。あとなんかもう金梅さんとよっさんに媚び売りすぎててなんかダッセえ。なんか嫌だあんなの。売名っつうかなんかすげえ太鼓持つ感が痛い。太鼓持つ感が痛い。もう別にこびこびではないでしょ。アイワード2。ていうか、なんか、金梅さんからすると、ドレさん別に弟子じゃないと思うし。なんか、金梅ファミリーでもないと思ってるから、俺は。一回あれだな、終了。何が？何が終了の？
いやいや、全然続けるよ。300万貯まるまでクラウドファンディングするよ。全然やるやる。見たいでしょ。和道監督の映画。続けますよ。和道の怒りが頂点に達したら超人奴隷になる映画。レンズ15万もしないの？よくわかんないね。15万ぐらいあったら買えんじゃないの？レンズって。買えないのかな？いや、全然配信者にこだわってないけど。全然こだわってないよ。いや、別に疲れてないよ。寝起きだから。一番金かかるのは変身シーンだろうな。嘘、15万のレンジダメ？いや、ノリで決めるね。俺はカオスに出てもらいたいと思ってるんだ。カオスに出てもらいたい。イケメンだから。15万のレンズってダメなんだ。カオス出てもらいたいね。ホームビデオみたいにならねえ、やめてくれよ、ちょっと。あれだろう、なんかスライドしてくんだろう。か、わ、回転したりとか。なんかもう中に入ってるさ、テンプレートのさ、なんかここポップアップしたりとかするんだろう。 すげえ嫌なんだけど、それ回転したりとか。 え、ない？なんか家族ビデオとかさ、お父さんがやたらさ お父さんがテンプレート使いまくってさ、あれ笑えるよね、なんかね。すげえ嫌だ。朝ごはんすき家食べたよ。おはよう。カオス普通に円になると思うけどな。下の中華、あ、じゃあ、どうしよう。レンズいくらぐらいの買えばいいの？ちょっとわかんねえな。カメラの機材のことよくわかんねえから。すき家の朝定食べたね。なんか、スター・ウォーズみたいな感じにしたいね。スター・ウォーズみたいな。いや、ホームビデオみたいに、ホームビデオみたいにはしない。ホームビデオ感は出さないよ。通常枠にじゃあ切り替えます。じゃあ映画のクラウドファンディングやる枠にします。よろしくお願いします。匿名さんありがとうございました。次枠いきます。ちょっと本格的にやろう。本格的にネタじゃないっていうところをね、アピールしないと。そうしよう。じゃあ頑張ろう。映画撮るぞ。
取りあつ通常枠いきます。大丈夫、任せて。大丈夫、任せてくれ。じゃあお疲れ様でした。次役いきます。